ほしいなって思っちゃうんですけど、だからこのデータ自体にあんまり信憑性がない。ですけど、あんまり変に疑うとかはしたくないんですけど。なんかちょっとストーリーに僕は今違和感を持ってる。る参考書を見ると、使った形跡があんまりないっていうのが。まあ、わかります。だから、そっちね、僕はどこからどこまでが本当で、どこからどこが嘘なのか全くわからないです。一、二回の復習だけでは、記憶って消えていくわけじゃないですか。受験生版タイガーファンディング。 夢に踏み出せ。では、どうぞ。失礼します。志望校進学の資金を獲得するべく、とらえと挑む。受験生版タイガーファンディングが幕を開ける。では、まずご経歴をどうぞ。藤川空、十九歳。 岐阜県から来ました。卒、浪人中です。では今回のあなたの希望金額は四十二万七千円でお願いします。ではあなたが思い描く未来の姿は国際関係を学び英語教員になりたいです。ではオールワンなシーン新しい未来を掴み取れキャッツアバンド。 では今日までの簡単なご経歴を教えてください。はい。地元の小中を卒業後、高校に卒業をしました。でその後、えー、浪人をあの方で浪人をしました。浪人をしています。まあそうですわな。<laughs> はい。せっかくなんで高校の偏差値とか、で今このぐらいになってるみたいなことをちょっと喋ってもらっていいですか？ 高校は偏差値が39で、えー、塾で浪人を、うん、浪人をしたまあ塾で今頑張って偏差値がこのぐらいまで上がっていますみたいな塾で、えー、勉強をが、えー、頑張っていて偏差値が65に上がりました今回のプランを聞かせてください どのぐらい一律大学、人文社会学部、国際文化に入学し、高校の英語の教員に、最終的にはなりたいと考えています。で、希望金額の内訳を。はい、えー。入学金が20万、えー、授業料が22万7千円です。で、合計が42万7千円ということでよろしいですかはい。はい。リラックスしてね。 <laughs> <laughs> 大丈夫 <laughs> さっきあの控室で喋ってた時全然違うんやん <laughs> さあところであのなんか荷物持ってきてますけどこれ何ですかあえっと、まあ、睡眠時間を2時間に削って毎日勉強頑張っている教材とかは全て持ってきました、うん、せっかくなんでじゃあ皆さんに睡眠時間2時間って言いました今はい 2>, 2時間 <laughs> ?2 時間バーっともう置いちゃおう いや下にうんすごいなしかし今日皆さんにお見せするために持ってきたっていうよりは昨日来たんだけど東京に何で来たの新幹線で新幹線でであの今日もずっとこれ勉強してたんだはいあのすごいたくさん教科書を持ってて素晴らしいと思うんですけどとりあえずあの左腕の数図が気になるんですけど <laughs> はい この数珠は一体何かの意味があるんですか、ね。あ、自分霊感がありまして。えー、<laughs> どういうこと。<laughs> 隣にお化けいますけど、大丈夫ですか。なぜ<何で>。<laughs> 霊感をなんかするための数珠なんですか。いや、もう自分を守るために。ある。数珠です。お化けがこう、来ちゃうんですか。あ、はい。ね、なんかちょっと霊感エピソードみたいな何でもいいんですけど。<laughs> まあ病院に一回な、まあ入院したことがあって、ねまあ、まあ寝てるじゃないですか。で、なんか手をこう叩かれたんですけど、看護師かなと思ったら幽霊だったみたい。<laughs> <laughs> そんなの結構まあ日常茶飯事みたいな感じですかあ、もう日常茶飯事で。で、金縛りとかもあったりとか。はい、今日ありました。 ああそ,うなんそういうなんか多感なのかなっていうそういうねやっぱ霊感とかを感じやすい人って僕らもまあ医者やってるんでねやっぱ霊感って僕ら別に信じてないですけど医学的には、まあ、そういうのを感じやすい人っているわけじゃないですかこれ言っちゃちょっと失礼になっちゃうかもしれないですけど。 その精神疾患と紙一重みたいなところもあって要するに人が見えないものが聞こえたりとか人が見えないもの見えたりとか言ってないことが聞こえたりとかする場合ってやっぱあると思うんですけどなんかそういう毛はありますかあはいあ。例えばなんか別に誰も喋ってないはずなのに自分だけに声が聞こえるとか。あよくありますあ。よくありますか。自分のここととをなんかこう悪く言っっててるるように聞えかってありますかあはいもう死んだらとか。あ 悪口言われてるとか何かこう自分がおとしめられるようなことを言われているっていう感覚ってたまにありますかはいそれもよくあります、うん、なるほどまあだからそれが一つアイテムとして自分の身を守ってくれてるというか心の、まあ、支えになってるような感じなんですかねはいちなみにたまに変わるんですか今日はこれにしようみたいないやもうずっとこれを<う><う>分かりました すみませんお化けの話精神科医ですか <laughs> すごいカウンセリングですよねもういや <laughs> <ー>じゃあ森手つかれ質問があります <laughs> じゃあはいじゃあ行きますねじゃあその名古屋一輪大学人文社会学部国際文化学科でなんで英語の教員なんですか英語の教員だったらまあ多分いろんなところでなれると思うんですけどここにこだわっている理由は何ですか留学もできてで英語の教員も、えー、取れる ということで。それもほとんどの大学だと思うんですけど。いや、あの、実家から一番近くて国公、国立な国公立であるっていう条件を、えっ、ー、と、満たしているところはもうそこしかなかった。まあ、一番近いって言ったら、それは条件には一個しか当てはまらないと思うんですけど、<laughs> はい、<laughs> 近さがと国公立もあってってことなんですね。浪人はもう一浪で終わんなきゃいけない環境にあるとか。 要は、もうちょっと上の大学も多分目指せる兵た者だと思うんですけど、多分今、えっと、志望大学よりも多分高い兵た者だと思うんですけど。はい。そういうのがどういった意図があるんですか高校1年生の時に、えー、父親を亡くしまして、しゃえー、借金を結構残して、3000万ぐらい残して、えー、亡くしたんですけど、で、今、母が一人で、で、僕含めて2人、あ、僕、 僕と、えー、もう一人いるんですけど、あの、えー、っと、そんなにちゃんと喋ろうとしなくても思ったことを喋ればいいよ。あ,あうん。はい、で、えー、金銭的な面で考えると国公立しか無理で、で、えー、っと、東海地区の大学で、 英語の教員になれるところで、えっ、ー、と、留学ができる大学は名次第しかないということになって、えっ、ー、と、名古屋チェス大学にしました。お父さんは、あの、何をやってらっしゃった方なんですか看護師をやっていました。はい、看護師で ?3000 万。はい、何をされたんですんか <え>まあ気づいたら3000万以上借金を作ってしまってましたで今はそれを母一人がえと返している段階で、うん、お母さんは何かされてらっしゃるんですかお仕事看護師をやっています二浪はできない感じですか絶対できないですわ、うん、かりました 金銭的な事情で大学受験は今回がラストチャンスこの勝負にかけていると語る志願者はトラたちの迫力に圧倒されながらも何とか言葉を絞り出すその姿トラの目にどう映っているのかその環境で今塾にも通えてるはいはいそれはまあ浪人してから塾には行ったんですかはい 現役の時は特にまあ塾とかには行ったりはせずはい行ってないですうん受験勉強はいつから始めたんですかで今年の2月頃から始めました今年の2月からじゃあ,、まあ浪人するってなってそこから勉強を始めてで偏差値39の高校に通ってたんですけど今偏差値65まで上がってるとはい、うん、これは結構すごいんじゃないですかね、うん、この最初の偏差値が30代ばっかりのもしはこれ何月の時点の模試ですか えー、5月の模試ですで。この偏差値60以上とか70とか超えてるところはこれ何月の模試ですか ?7 月の話です。<月>はい。すんげえ伸びてますね。うん。まあこれ見るとこの1回目の模試、んこれ真面目にやってないですよね。あ。 なんかわざと低い点出したんかなぐらい, <laughs> <laughs> いやでも真面目にまあ、うんえまあ、あと記述模試でしかも理系だったってことなんですかこれまあちょっと,とはい、うん、左はねマークの模試で文系になってるわけですもんね <laughs> でこれ英語1 0点十点からいきなり160点ぐらいまで協定の模試でも伸びてるって もうなんかあれですよね。なんかこれだけ見ちゃうと逆にその乖離しすぎててデータとして不信用というか、僕らってまあ何百人教えてるかわからないんですけどあ、当たり前ですけどそのそのプロットしてる点が飛んでるとあなんかおかしいなって思うわけですよ。普通人間の伸びしろって限界があるので、だから真面目にやってこれが伸びたんではなくてどっちかの値が間違ってるっていうふうに判断するのが普通なんですね。つまりじゃあ現在のが何かまあちょっと取れすぎてるのか、それともこの初期の第一回の模試が なんかあまりこれほ,ほ,ほぼ寝てたんじゃないなんか勘 <laughs> で書いてもこれ以上取れますよねだからおかしいなって思っちゃうんですけどかこのデータ自体にあまり信憑性がないですけどそこはどう思いますかね2枚目の方がまだ信憑性あるんですかこれ2枚目はこれどういう内訳なんですかねこれ 2>, 2枚二枚目の一番左がはい最近の最近の第3回目の共通テストもしで<お> 一番えー、とその2つ目が第1回目の5月あ五月のあ共通テストいうことはんはん、はい、現代社会とか受けてすらいないのにいきなり偏差値70まで飛ぶっていう感じなんですかねまあ普通に考えたらこれは異常値でえっと外れ値というか受験してないやその感じを受ける あの、いや、もし、違う日程で受けるってう、うん、問題を知っているっていう感じを受けますね。五月と最近のが、半年弱の期間でってことですよね。そうあ、はい。一年半じゃないですからね。一年半だったら、まあ、潜水やつだったら、ここぐらいまで行くやつ、いるかもしれないですけど、おかしいのが、全体的に高いってことなんですよね。あのー、僕の頭を持ってしても、さすがに無理ですね。多分、僕の方が、ちょっと頭いいと思うんですよ、ちょっとだけ。<laughs> はい。 さすがに俺でも半年でこの成績上昇は無理でけど2科目とかに限定すれば多分できると思うんですけどこんだけ幅広いとこのデータ自体を疑うしかないっていう感じですねやっぱり自分で所感があるんでまあその生徒も見てる自分も受験してるだからそこにこのあまりに何かおかしいかもはや名前がすげえ変わってんじゃねえかぐらいまでちょっと疑うレベルっていう感じですかねはいどうですかガチででこれですかあはい じゃあ今から森哲が問題出すんで。<laughs> <laughs> 英語はねとりあえずリスニングは76あるそうなんで今から言う森哲の英語を全部聞き取れるはずっていうことです,よ、ね、うですね。じゃあなんかえじゃあリスニングはぜ全然できる感じですか <laughs> はい。まず今何て言ったか日本語で答えてみて ちなみに僕も今、モリテツ何ていうか全然分からなかったんで、モリテツの英語が悪いんだと思います。まね、2問目、二問目。2問目,2問目で、この辺は聞き取れてますよ、はい、もちろん。まあ、ど,どうして国際関係を学びたいんですかってことですよね。でもう一問、なんか。 もう1問っていやでもいやっぱまあね3問ぐらいやってあげないとちょっとかわいそうじゃないですかじゃあじゃあ森出先生が何て言ったかをまずん日本語訳してみあ,あ でもそんなに時間かかってたらリスニングの問題解けないですよ <laughs> で共通テストのまあ後ろの方ぐらいだと思うんで今のシャペリングのスピードだとでも92点でしょ相当2問ミス3問ミスか3ミスぐらいですか、うん、勉強始めたのは2月なんですよね、はい、で5月の要は3か月後ぐらいで5月の段階で偏差値がこう三十30とか 40弱ぐらいでわーと並んでて、で、次の半年弱で、60、70でばーっと並んだってことですよね。はい。こう、ど、どんな勉強を、それぞれの期間してたか、端的に教えてもらえますかまあ、2月から5月の時は、まあ、まずは基礎固めをした方がいいと思ったので、あの、基礎的な参考書を使って、まあ、ひたすらやってました。5月以降は、ちょっとあの、えー、 睡眠時間を削って2時間にしたんですけど、まあ、単語帳、単語とか、えっ、ー、と、まあ、覚えるべきものを全部書き出して、で、壁に全部貼って、トイレとか風呂とかにもいろいろ、まあ、ラミネートして貼ってで、自分が必ず目にするところに、まあ、数学の公式とか、覚えるべきものをすべて貼って、で、えっ、ー、と、まあ、勉強してました。共通テストの過去問、まあ、ないしセンター試験の過去問でどれぐらい解きましたか1年分は 解けましたごめんちょっと申し訳ないんですけど僕の感覚だと1年分でこうはならないですよねいやとにかく今までは共通テストとかセンターの勉強しか本当にそれしかしてなくてでもそれだけもう10年20年追試も含めてやり尽くした逆に言うとそれ以外できませんぐらいに特化してやったなら、まあ、ちょっと僕もちょっとえ申し訳ないです怪しんじゃってるんですけどまあ分かんなくはない と思いましたけど、過去問をさらっと一年しかやってなくて。過去問はあの。はい、えっと、今、もあ、近いじゃないですか。あの入試は。はい、その、えっ、ー、と、えー。まあ、浪人する前は結構解いてたんですけど。ええー、今、もう教室テスト近いから、前の前期は、まあ。数えてなくて、後期は。今、なん、まあ、あの。今、まあ、もう共通テストの勉強しかしてない。 っていうこと今、言いましたすみません。まあいいちょ、今ちょっと一言気になったんですけど。現役の時は、結構過去問解いてたとおっしゃってましたよね。現役の時は、結構勉強はしてたんですか。まあ、三時間ぐらいは毎日やってはいました。三時間ぐらい。まあ、今よりは全然やってないかもしれないけど。やってて。で、二月から勉強始めたんですよね。はい。で、その最初の二月の模試で、もう英語十点とか。かましてるわけでしょ なんかおかしくないですかなんか。まあ、わかんない。なんか僕の考え方、もともともうちょっと実力があったものを、まあ、サボっちゃったのか手を抜いたかわかんないけどなんかわ、なんか悪く見せてるのか、うん、んあんまり変に疑うとかはしたくないんですけど、なんかちょっとストーリーに僕は今違和感を持ってるので、なんか、 あ、なるほどって思える話をしてもらえると嬉しいなと。なんかこれパッと見と俺から見て現実的なのは、えっと記述模試の偏差値は現実的なのかなと思いますね。もともと F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  からまあ英語ちょっと頑張ったら C D F D D D ぐらいまではまあ言ってもいいんちゃうかなと。このマーク模試の左側ですね。S とか A が並ぶものは虚偽だと。 思います。間違い。まあ何かしらの手違いか。まあ、ご本人、藤川さんがまあ、答えを知ってて受けたものなんじゃないかなと。はあ、思います。どう思いますか？いや全くそれはないです。じゃあ、何でリスニングが聞こえないんですか？ まあこれはかばうわけじゃないですけどここに座ったら本当に飛ぶので <laughs>、はい、っていいうのはあると思いますよ僕は別に疑ってかかりたくはないんですけど納得はしたいなと思ってて「<laughs> に通われてるじゃないですかでまあそのクラスで周りの人とこう成績とか見せ合ったりとかしますあ、はい、そうすると明らかに自分だけ異常な伸び方をしてるっていうのは感じますか あはい。その理由は何だと思いますか。周りの人とこういう勉強してるとかって話したりすると思うんですよ。その時に、あなんか僕だけすげえ伸びてるなって感じてると思うんですけど、その理由ってなんだと思います。まあ睡眠時間をまあ2時間に削って、えー、まあ入った当初は本当に、えー、まあ一番下ぐらいのあれだったのでもう周りから結構バカにされてて悔しくて。 で、あの、えー、まあ本気になって、まあ今も一時間、せめて時間を二時間に削って今やってます。まあつまり、ちょっと翻訳させてもらうと、とにかく量をやってるからっていうことですよね。はい。驚異的な学力向上の理由について志願者が語る。 その答えに納得しきれない虎たちは表情を曇らせる膠着状態にある受験生版タイガーファンディングドラゴン細いが場を動かす一番使い込んでいる参考書と見せてもらっていいですか？おま思った <laughs>、うん、参考書そこの問題集の方をちょっとこっちに何冊か全員分配ってもらっていいですか？単語帳をもらえればはい <laughs> この付箋は何を根拠につけてるんですかこれ？ 大事なところをまあとにかくその色の意味は特にない、はい、色は気分で気分ターゲットは覚えましたまあ <laughs> 一応覚えてはい,、ま、いるんですけど今緊張して頭が飛んでるので答えれるか分からないんですけどじゃあターゲットはどうやって覚えたんですか単語は、まあ、アプリも使ったんですけどえー、っと まあさっきあの壁に貼ったって言ったじゃない、はい、まあ紙に1900号を全部わー手て書き出して、まあいえー、家の至る場所に結構貼ってもう常に見る感じで本を使ってはやってないってことですねあや,やってます一切印も何にもついてないんですけどああ<ー>えっとというか赤シートとかは使ってるんですか使ってます 最初の単語帳に入ってる宣伝も入ったままで使った形跡はあまりないんですけど僕、まあ、その藤川さんの生のい立ちとか、まあ、すごい家庭環境で,で偏差39から偏差65まで伸ばしてすごいなって思ってたんですねで僕も信じたいしお二人がすごいあの、まあ、疑ってかかってるんで <laughs> そうちょっといやその参考書の,きあの汚れかとか見たらいやこれは。 で毎日2時間睡眠でやってるわけじゃないですかこれ本当普通の受験生できないしもう涙にならぬ、まあ、その夢に対する熱い情熱があるんだなって僕はここまでちょっと、まあ、信じてはいたんですけどちょっと参考書を見ると使った形跡があんまりないっていうのがまあ分かんないですだからそっちねそっちその「じ子くん」テキストめちゃめちゃボロボロなんでそっちやってるのかなって僕は信じたいんですけどじゃあ見ましょうか徹子のテキストもね そ,そっちを見せたがってるようだったんでそちょっと参考書見るとあんまりやってないのかなってうちょっと僕も信じたいんで、うん、ちょっと見てる間にえっとそのどうしてその高校に進学したんですかあえっと小中でいじめを受けててでみんなとは違う高校へ行きたかったのでその高校に通うことに決めました、うんうん、じゃあ友達がな,んかなるべく少ない高校ってことかなそうか この高校に本当は行きたかったなとか行く予定だったかなとかそういうのありますか。今山美さんが言ってることが理解できませんか。えっとこ他の高校だから、はい、今あなたが言ったようにいじめにあったからなるべく他の 人が行かない高校を選んだって言ったじゃない。でも、もしいじめがなかったとして、あなたが本当に行きたかった高校はどっかありますかっていう質問だよ。ああ、ありました。はい、岐阜高校とかお、まあ、岐阜県トップですよね。はい。内申点はちなみにいくつだったの？ 29とかあ,あ学校行けてなかったからそれははいなるほどまあなんかね岐阜高校行くぐらいの例えば地頭とかそういう素養があればあのこれぐらい上がるのはまあ確かあると思うんですけどその高校からまあそう、ね、大学目指すって人も結構少ないと思うし、ね、あの小林先生も言ってるけどそのなんか整合性がちょっとなんかもうちょっと取れてきたらいいのかなっていう、うんうん、ところはあるよねあじゃあ見てますか皆さんどうですかやっっ感じははすすああるんですけど一つ疑問があったのは、はい 結構整理されてないなと思って、これって復習管理どうしてるのかなっていうところがちょっと疑問に感じたんですけど、はい、逆になんか地理とかは結構使い込まれ方が半端なくて地理は得意なのかなっていうのは分かるんですけど、なんかこれ確かに分厚そうに見えて、ただ授業のまだプリントを入れていったらこういうふうにはな,らなるかなっていうのもちょっと正直思っちゃうところもあって、これを復習しにくいなと思ったんですね。うん、その一撃で覚えられる 記憶の天才ならいいと思うんですけど、どういうふうにこう復習されてました、これ。まあ授業が終わった後に、えーまあ、すぐ復習をして、えーまあ、覚えることは覚えていました。でもあの人の記憶って、エイビィングハウスのね、まあ、防却曲線とかも、語りすぎてもちょっとシンプルなね法則かもしれませんけど、やっぱり1、2回の復習だけでは記憶って消えていくわけじゃないですか。 まあ、二回、三回、四回、五回とやっていかないと、なかなかこう知識って習得しにくいと思うんですけど。その一回だけの復習で、結構覚えられる感覚ってあります。これの中に、この。受けているはずの模試の問題が、まっさらな状態であるんですけど。これは何ですか、ね。公民、地歴、国語、第三回の。 教典のトレーニングテストなんですけど、三回目受けてるとおっしゃってましたよね。これはえっ、ー、とトレイン校内模試のあれであ。これはやらないんですか。昨日あったんですけど、ちょっとあの休んでここに来たので、またやろっかなみたいな。はい。昨日はあの休んでここに来ました。まあ正直これを見る限り、そのこの偏差値の人間のちょっとものではない確率が高い。まあその要はゼロではないんですけども、も、ま、う、あ、正直。 全くその画期的なシステムがやっぱり異常なやっぱ成績速度をまあまあ出す人ってまあいるとは思うんですけどもそれは例えば僕らが見て納得できるようなスキームつまりまあロジックですよね、まあ、こうやってるからこんな伸びるんだっていうパターンと、まあ、超絶アスペルガー的天才写真記憶みたいな形で何でも1ページ1ページ全部データ化して覚えられる人。 まあ、この二択なんですね。つまり超天才的な。まあ、頭脳の持ち主か、あとは驚異的なロジックで復習効率を上げて成績を上げるかの二択。それ以外ないんですね。そのどちらにも当てはまるように見えないのは。まあ、それ僕なら、僕の目が不節穴なのかもしれないですけど。そのどっちかだと言ったら、どっちなんですか。天才なのか、テクニックなのかです。 それはかからないいう感じですか結構やり込んだつもりではいるのではいまあご自身でつもりっていう生徒はいくらでもいてやりましたやりましたっていうやつはいくらでもいるんですけどそれは僕らが認めない限りやったには入らないんですね当たり前ですけどあなた受かってないじゃんって話で受かった人が認めなければそれやったにならないですよね早く走りましたって言って 50m10 秒だったらいや誰が見ても速くないでしょってなりますよね ということなんですよそれが今回点数としては現れちゃってるんですけど内情が伴ってないんでそこをちゃんと固めたいというか、まあ、僕らはまあ理解した上で、まあ、お金を出すんであれば出してあげたいなと思うわけですね。まあ、それは当然ですよねだけども今のところまだちょっと信憑性というか確たる証拠がないので、まあ、みんなちょっと困惑中みたいな感じかなと思うんですけど。その勉強以外で過去あの藤川さんがこう実績として挙げたもの、まあ、趣味でもいいんですけど。 例えば、ゲームがすごい得意で、なんか優勝したとかわかんないですけど、なんか、勉強以外で、なんか実績ってありますか中学の時に、まあ、陸上やってました。まあ、そ、それ。それは、なんか、優勝とかされました。ど、どちらかというと、なんか図、図の、を使う系のなんか実績ってありますないです。例えば、で、授業を受けるとき。 普段どういうふうにやってます例えば、まずじゃあ、明日授業があるだったら、なんか予習とかはしますかはい、絶対にします。どんなことをしますか予習。えっと、まず、まあ、あの、テキストの問題を解くんですけど、わからないところがあったら、まあ、参考書とか、えー、っと、学校の教科書とかを見て、見ながら解いたりとかをしています。で、えー、っと、まあ、解けなかったら、まあ、授業の時に、あの、聞いて、で、その後に、 えっと、先生に質問をしたりとか、えー、友達に聞いたりとかしています。まず何らか授業等々で理解をしました。じゃあ次にじゃあ復習ですよね。はい、復習としてはどんなことをしてますか復習は最初、えっ、ー、と、ノートの、あ、板書を写すので、その、えー、まあ、板書を見て、で、一回読んで、まあ、理解したと思ったら、えっ、ー、と、まあ、解くんですけど、 もう解けないって思ったらその板書を一回写してでそれから問題を解いてで、えー、その後似たも似たような問題を、えー、参考書とかで探して解いて復習を終えていますそれをずっと繰り返してきたはいなるほど、ね、それそれ以外にまああとは問題集をやったりとか自分で考えて何か進めてるって感じですかはいちょっと皆さんよろしいですか これは一体何をやってるんですかね皆さんは。な、何の質問なんですかね僕、分からなくなってきてるんですけど、さっきから皆さんが、ちょっと信憑性がないとか疑ってるとかっていう話になってるんですけど、変な話。彼って別に、ここで、こんなに悪かった成績がここまで来たんだから、どうだって、これ分かってくれたら金くれるよねっていう話じゃなくて、この偏差値65が仮に、まだ、 49とか52でもここに来るじゃないですか。だから無理くりになんか彼がね、操作でもして数字を作り上げたという,うに僕は、僕は最初から全く思ってないんですよ。そこを突っ込むことですごい時間がかかっていて、で、あの、なおさらにどんな勉強してるのとかっていう話がずっと続いてるんだけど、なんで彼がその名次第のこの学部に行って最終的に 英語の教師になりたいのかとかっていう話は、ここまで約1時間近くあって、何にもないんですけど、それで投資の判断ができるんですか あの確認ですね、はい、あのもちろんその名次第英語教師っていうのは素晴らしいことだと思いますしいい夢だと思うんですけども結局それが本当に実現できるのか、まあ、その要はポテンシャルあるいはその最後までちゃんと走り抜ける実現性があるのかどうかっていうのを結局僕はその受験勉強っていうのはその全ての試金石だと思っててこういうものが真面目にできるある程度目標に達することができるあとはこれもうもう一つすごい大事なことなんですけども虚偽をしないと ないいとうことですね要するに自分の実力に対して例えばここに持ってくるんでも別に FFFF でもいいわけじゃないですか今日別にいいものを持ってくる必要はないわけですね投資を受けるにあたって。だけどもそういうところでもしもしですよこれでいいものを何かしら、まあ、手を使って持ってきたとすればそれはそうう性格上の問題なんですよねだからやっぱり僕ら長く見ていてやっぱりそこは同じなのかなって思う部分があります。つまりり要はは受験勉強中のののキキャャララククタターーっていうのはやっぱり将来もそのキャラクターを引きずる 要すするるにどっかで会心するわけじゃない、まあ、岩井社長も言ってた通りやっり中高で培ったものっていうのは一生引っ張るよねっておっしゃったと思うんですけどやっぱりそこがもしあの別にいじめたいわけでも何でもないんですけども彼が本当に夢に向かって走れる人材なのか、まあ、それまでに自分を偽ったりとか相手,を、まあね、その相手に対して自分の、ね、ないものをこう誇示したりとかせずにいけるのかなっていうのがやっぱちょっと知りたいなと思いますけど岩井社長の言う通り。 今回の目的は、英語教師になるための投資なんで、そこについてはもうちょっと聞いてもいいかもしれないですね。いや、もう単純に、まあ、僕も、あの、本当努力されてるんだなと思いますし、はい、あの、嘘をつかれる人間性も全く感じられないんですけど、はい、ただこの数字の伸び方が、よくよく見ると、まあ、まあ、あんま見たことがないような形なんで、逆にこれをお伝えしていく中で、あの、今、偏差値30の、あの、視聴者の方も、あの、藤川さんみたいに成績、 伸ばしていく、なんかきっかけをつかめてほしいなと思いますし、いや、単純にこう知りたいなっていうのもあってですね、何をされてきたのかなっていう。ただ、岩社長おっしゃる通り、まあ、じゃあ彼がなんでこれまでね、睡眠時間、2時間まで削って努力してたのか、そのマグマのような、なんか心の奥底の、なんか源泉は聞きたいなと、やっぱ思いますね。はい。なんで、一旦ちょっと、ここの、まあ、勉強法の追及は、これぐらいにしてもいいすそれよりも僕は彼がずっと今日、約1時間喋っていて、<laughs> これで英語の先生になれるのって思ってるんですけど <laughs>。まあ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 、そうですね。はい。やっぱ、先生って、コミュニケーション能力が高けてないと、ダメなんだよね。どんだけ勉強ができたって、全然いい先生になれないんですよ。もし今のままだったら、あなたは英語についてすごい、あの、知識を得た、素晴らしい人になれるかもわかんないけど、先生っていうものには、ちょっとなんかほど遠いのかなと思っちゃうんだけど、 でもあなたもともと高校に行った時にそういう英語の素敵な先生に出会ったんでしょその話ちょっとしてごらんよ。ああ。えっ、ー、と、高校の、えー、教員はあの大学行きたいって言うと結構バカにしてきてみんな就職だからなんか勉強なんかせんでいいみたいな先生たちが結構いるんですけどあの、まあ、僕は大学へどうしても行きたかったのでまあ、あの、 信頼している先生に相談したらその英語の先生がちゃんと向き合ってくれてで放課後授業が終わった後あの夜の9時あ8時、まあ、ぐらいまで個別指導みたいな形で、えー、教えてくださいました毎日でその先生に憧れたみたいな感じなのかなはい、うん、それが君が最終的に英語の教員になりたいと思った理由なのかなはいそうです、うん、ですあの いじめを高校でもやっぱり受けちゃって、うん、で高校でもやっぱりまあ不登校みたいな形になったんですけどその先生があの助けてくれていじめをしてる時いじめをされてるときにであのそういうのもあってその先生に憧れましたもう偏差し僕も39のね私立高校出身なんですけどまあみんなこう生徒に対してね可能性を信じなかったり <laughs> あの自分よりも 先生がね、自分よりもいい人生を歩んでほしくないからか、僕ももう、僕をすく、僕すか僕す,すかもう言われまくって、本当にやる気なかった、亡くなってたんですけど、隊員の先生だけがね、信じてくれたんですね。だから、それで僕も頑張ろうと思ったし、今の藤川さんのエピソードを聞いて、やっぱ一人でもね、藤川さんの前にそういう素晴らしい大人が出てきたってことは、それは藤川さんの実力でもあるんですよ。運も実力のうちだから。だから、それをしっかり掴んで、この思いをね、しっかり僕たちに伝えてほしいなって思いますね。 さまざまな思いが混じり合う受験生版タイガーファンディング志願者の椅子に座る理由はある恩師との出会いだったファイナルジャッジメントタイムまで残された時間はわずか逆転劇を起こせるか その何だろうなこの協定の点数だったら別にその名古屋一律大のその大学以上のところに余裕で行けますよね普通に考えた本当にねにねちゃんと取れてるんであれば何なら別にえちょっと早慶とか全然狙えちゃうんじゃないのっていうレベルだと思うんですがそこら辺もちょっとなんかこうどうしてもしっくりこないというかですね なんかえんだって協定でこれ多分国立ほぼぶったたけるぐらいの点数取ってるわけですよだって8割超えればもうほとんど医学部以外の学部は全然ねあのもう共通テストだけでもいけちゃうような今時代になってきてますよねって考えるともっと志望レベル上げれるんじゃないですかうんあでもそのさっきの金銭的なあれで国公立かつそのまあご家庭のあれもあって家からそんなに距離がないところってことですよね。えっと命題は まあ考えてないです。まあその国際関係がないので、おお、はあ、岐阜大もない。ないです。えっと先生になりたいんですよね。はい。それは名大でも岐阜大でもなれる。まあそうですけど、留学の支援が整ってて、で国公立でまあそういうのが整っているのが名次第しかなかったという理由です。はあ、本当にその、うん、まあ留学の サポート体制までは分からないけど、国際系っていうのは名古屋とかはないじゃないですよね。なんかその、行ってみたい、その留学先の大学とかあるんですかなんか。ああ。えっ、ー、と、アメリカのバックネル大学っていう。そこはその、名士大とつながりもあるんですかそう。名士大のホームページに出てきます。はい、ああ、そうですか、うん。そこに行きたい理由ってなんかあるんですかあの、大学のあの、アメリカの方の。 理由はあんまりないんですけどそそ留学して英語を学べればいいかなっていう感じです、はい、でももう浪人もできないしもう本当に国際関係にこだわる理由はあるんですか別に文学部でも普通に英語の教員免許、まあ、僕文学部で取ってますけどそっちの方が、まあ、英米文学専攻の方が、うん、なりやすいですね単位とかも考えると。あ違う環境で えっと、いろんな、まあ、外国人の方と、あの、触れ合ったりとか、したいと思ったので。なんか理由ありますそう。いきなり急,急にこう、ない外国人と話したいと思うことないと思うんですけど。なんとなくですかまあ、なん、本当になんとなく。地理、まあ、が結構お得意なんで、地理勉強してるうちに何かちょっと興味が出てきたとか。ああ。はい。この、 受験生版タイガーファンディングは森哲さんのチャンネルをずっと見てて知ったのあはい。<か>彼のチャンネルはずっと見てた。ずっと見ていました。うん。勉強になるんですか <laughs> はい、<laughs> 結構なりました、はい、はい。でもやっぱり、あの、こ、このね、なんかおとなしい感じで、よく出てきたよね。勇気がすごいと思うんだけど、な、何が君を動かした、うんえー、まずもう 本当に単純な理由なんですけど、うん、まず家にお金がないっていうのと、うんうん、で母をあまり心配かけたくないお金をかけたくないっていうのもあって、うん、自分でも自力でどうにかしたいと思ったので,、うんうん、で出てきました、うん、行動力がすごいですねギフから出てこられていやもう本当にこれぞタイガーファンディングの志願者としてあのなんかこういう人に来てほしいですよね はい、この金額に関しては、これは大学入ったらその、まあ、学費と入学金ってことですよね、大学受かったらっていうことですよね、そういうことだね、はい、結果的にはね、大学入ったら、その支援するってことになりますよね、そうです、はい、はい、入学金で書いてある以上は当然そうなりますね。はい万万万が一、今年これで1本で勝負するわけじゃないですか、はい、名古屋市立で。 もしダメだったらどうされますまあ考えてないです。まあその時になったら。まあ、はい、ね、もうその時になったら本当に、えーまあ、命をかけてやってるので、まあ、落ちた後のことは考えてないです。他は受ける気はないんですか他の学校は。まあえっ、ー、と、岐阜商得学園大学っていうのがあって、まあ、そこを、まあ、一応あの特待生狙いで受けようとは思っています。 現役の時にそこには一応受かってるんですよ。あ、そうなんですか、ね、はい。だけど、あの、まあ、私学なんで、えー、授業料が高くてっていうこと。特待生ではなかったってことですね。はい。去年というか昨年は。はい。岐阜所得っていうのは、あの、教員に結構なる学校なんですよね。まあ、大学に入ったら、学習塾でバイトして、喋れるようになるね。<laughs> <laughs> はは。い。君が先生になる頃に、学校の先生がどうなってるか分かんないけど、 やり方がねはいはいでももしね今の状態であれば塾と違って学校は一応ね30人とかの生徒に対してこう黒板で授業をやるわけですからそういう意味での君が尊敬する先生と同じようにちゃんと相手に伝わる言葉を君が発せられるようにトレーニングを大学時代にしなければねはい、はい、大体大丈夫そうですか はい。藤川さん、あの、最後にもう一声皆さんにお伝えしたいことがあれば、あの、お願いできますか。ラストステートメントです。はい。えー、っと、まあ、今年の2月から今にかけて、えー、自分の命をかけて、えー、っと、家、まあ、家のためっていうのもあるんですけど、あの、大学合格に向けて頑張ってきました。はい。なので、お願いします。はい。では、最終決断に入ってまいります。 はいじゃあ細井先生からお願いしますそうですねうん今回ちょっとやっぱりうんごめんなさい釈然としなかったかなっていうのがまあストーリーに関してもう本当に申し訳ないんですけどこう 一時が万事なんですよね全てにおいてこう僕は疑念が生じてしまうと他のことまで疑念に感じてしまうっていうまあこれは人それぞれだと思うんですけどもまあそのストーリーテラー全体に対する、まあ、疑念が最後まで取れませんでした頑張ってください小林さんはい10万円投資させていただきますはいあの、まあ、成績のことは多分僕が今まで出会ったことのない天才の生徒なんだと思いつつ 僕はもう命をかけて受験勉強をしているとその一言に対してお金を出します。頑張ってください。山尾さんはい。はい。じゃあ僕も十で。はい。あのまあ真偽のほどは定しかでないですけども、まあ受かったってことはそれは真実だったってことなんで、で彼の今までの、えー、人生から見てもちょっと僕は応援したいなと思って出します。ありがとうございます。えー、森田さん。えー、僕はナッシングで、えー、まあ細井先生と全く同じですね。僕はどこからどこまでが本当でどこからどこが嘘なのか全くわからないです。 まあ、話してはいないですけど他にもいろいろな記念点は、まあ、出てきたので資料を見てですねちょっとやっぱり信じることはできないですはい最後に松原さんはいえっ、ー、と僕もやっぱこう命をかけてやってるっていう言葉と気迫とその参考書こんな思いも,もね寄付か持ってきたっていうところで,で最後にあの入学後のお金なのでまあ最後向かって いただいたらという条件もついているようなもんなので、まあ、残り22万7千円はい済みますはいではこの段階であなたの希望金額に達しました完全オールですおめでとうございます志願者の信念が小林山ま松原の心を動かし見事オールを達成命を懸けるという意気込みが受験生版タイガーファンディングの流れを変えた まずは条件である志望校合格を目指して男は歩み始める明るい未来の行方は続報を待て